広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よぴーヘッドです。スマックルです。スズラケンチです。本日も7月19日発売の拡張パックステラミラクルに収録される新カードを初公開。イエイ、パチ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 。なんと今日はステラテラスタルのポケモン EX なんですよね。はい、しかも僕の大好きな大好きなあのポケモンがポケモン EX で登場します。それでは見ていきましょう。こちらエースバー EX だー。うわー、キラキラですね。これやばいよ、最高だよ、うん、本当に蹴り上げた足からのこの躍動感が伝わるポージングですよね。そうだね、うん、僕はですねエースバーンが一番好きなポケモンでもありつつ、カラフルな色使いのカードが好きなんですよ、うん。ステラテラスタルのポケモン EX は枠が虹色っぽいデザインになっていまして、この1枚にですね僕の好きが詰まりまくっております、うん。それでは詳しく見ていきます。エースバーン EX は炎タイプの二進化ポケモンで HP が320、テラスタルのポケモンです。1つ目の技が炎無色無色フレアストライク280ダメージで、次の自分の番このポケモンはフレアストライクが使えません。2つ目の技が炎等悪ガーネットボレー、相手のポケモン1匹に180ダメージです。まずですね、下の技かなり特徴的だと思うんですが、ガーネットボレー炎と悪です。面白いですよね、うん。ステラテラスタルのポケモン EX は3つの異なるタイプのエネルギーが必要となる代わりに、非常に強力なダメージや効果の技を持ってるんですよね。はい、この技はバトル場もベンチも攻められちゃうし、特にデメリットもなく連発可能なのが嬉しいポイントです。うん、ニュー EX、ネオラント V、イキリンコ EX とかをガツガツ倒して再度取り進められそうですね。うん、3タイプのエネルギーをつけやすくするために相性がいいカードは、まず炎と塔の組み合わせに注目すると防火猿が挙げられます。特製の火炎舞踏で手札から2タイプのエネルギーを一気につけられちゃいます。次にエーススペックのネオアッパーエネルギー、エースバーン EX が二進化ポケモンであることが強みになりますね。他にもステラミラクルで登場する赤松やきらめく結晶はステラテラスタルのポケモン EX と相性が良くて役立つと思います。エーススペックはデッキに1枚しか入れられないので、ネオアッパーエネルギーするかきらめく結集するか迷っちゃいますね。マジで悩む、うんうん。例えばピジョット EX やアクロマの執念とかを入れて特殊エネルギーを持ってきやすい構築ならネオアッパーエネルギーとか、ペパーやタウンデパートを入れてポケモンの道具を持ってきやすい構築ならきらめく結集とかって感じですかね、うん。どちらも強力ですが、デッキの構築の仕方によって好きな方を選んでみてください。あとエースバーン EX にエネルギーをつけるために役立つカードだと、マグマの滝壺は入れてあげるといいと思います。他にも等エネルギー多めで構成するならガッツのツルハシなども活用しやすくなりますね。デッキに入れるポケモンも炎タイプのアタッカーにこだわらず、等や悪のエネルギーを活用するように組んでみるのも面白いかもしれません。はい、等エネルギーを活かせるオーガポ礎のメイン EX を使ったり、悪エネルギーを活かせるマシマシラを入れてあげるっていうのもおすすめです。ではお待たせしました、上の技ですね、フレアストライクの方も見ていきましょう。こちらはバトルポケモンに対して280ダメージという大ダメージを与えることができる技です。うん、ポケモン V スターのような HP が大きい進化ポケモンを倒すのにいいですね。うん、次の番フレアストライクが使えないという効果もありますが、次はガーネットボレーを使ってもいいですし、なんといってもこのエースバーン EX は逃げるエネルギーがないということで、フレアストライクが使えないなら逃がしちゃうのもいいですね。はい、あの知らない人もいるかもしれないルールなので要注目なんですけど、実はポケモンってベンチに下がると技などでかかっている効果がなくなるんですよ。つまりフレアストライクが使えないエースバーン EX を逃がせば、この番フレアストライクが使えないという状態ではなくなるので、ポケモン入れ替えとかで再びバトル場に出し直してまたフレアストライクを使えるんですね。これは似たような効果の技を持つポケモンで戦う際に覚えておきたいテクニックの一つです。一回ベンチに下げてまた出してあげるっていう手間を、逃げるためのエネルギーがないエースバーン EX ならかなり叶えやすいと思うので、フレアストライクをガンガン使っていくのも決して難しくはないと思います。うん、あとはポケモン入れ替えなどがない際に逃げるだけして他のアタッカーで技を使う戦術にシフトするっていうのもいいと思います。フレアストライクを使うためのエネルギーのうち2個は無色エネルギーなので、例えばうまく3タイプはつけられなさそうな時でも炎、炎、悪とかでこの強力な技も使っていけちゃうんですよね。またダブルターボエネルギーを活用すればダメージはマイナス20されますが、1枚で2個分のエネルギーを満たして素早く使っていけるっていうのもポイントです。攻めっ気たっぷりでまっすぐな強さがあるポケモンなので、ぜひいろいろなアプローチでデッキを考えてみてください。それでは続いて進化前のポケモンたちを見ていきます。ティファニー、ラビフット。
はい、まずね、ヒバに楽しそうな表情で飛び跳ねてますね。はい、かわいいよ。うん、そしてクールな表情で木の実でリフティングしているラビフットって感じのイラストですね。どっちも良いです。うん、ヒバニーってこうワンパクそうなイメージなんですけど、うん、この進化してラビフットになるとちょっとクールなムードになるのがいいですよね。うん、うん、僕のヨピフットっていう名前もラビフットからもじったもので、うん、特にね、思い入れの強いポケモンたちなんで、もうヒバニー、ラビフット、エースバン EX 早く使いたいです。うん、うん、でもヨピちゃん、今日はこれだけじゃないんですよね。はい、なんとですね、最後にアートレアのカードも紹介します。お、ありがたい。こちらをご覧ください。ラビフット、うわー、いやー、アートレアも熱い。いや、ヨピの感じを爆発しちゃってますね。いや、でもこれね、綺麗ですよね。うん、雪玉をね、ボールみたいにしてリフティングしてますね。うん、雪が日の光を受けてか、周りがキラキラしてるような印象を受けるイラストですね。うん、しかもこのイラスト、このラビフットの口が見えるのが良くないですか。確かに、うん、結構ね、隠れてる印象ありますもんね。うんうん、あとね、この目もいいですよ。生き生きとしてる瞬間って感じ。これはね、もうアートレアのラビフット、鑑賞するのもよし、デッキに入れるのもよし、最高です。うん、ぜひ登場お楽しみにお待ちください。ということで、今回はステラミラクル収録の新カード初公開してきました。今後もポケカチャンネルではステラミラクルの新カード初公開やっていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ。